日高さん、すいません。ん？何が？いや、僕らのせいでこんな遅くまで。何言ってんの。いい経過出せれば報われるんだから。それはそうなんですが。頑張りましょう。はい。あ、中村さんが呼んでますよ。え、何？なんかご機嫌斜めですよ。え？中村さん。上司として申し訳ないわ。何事ですか？トラブルですか？何ですか、みんな。日高さん、残業中で申し訳ないんですが、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。忘れてた。ご苦労様、誕生日に残業。だって楽しいですもん。私は鬼だからね。見習いなさい。はい。じゃあとりあえずちょっと休憩しますか。ありがとう。どう？問題ない？任せてください。問題ありません。日高に来てもらって半年、雰囲気も良くなったし仕事の効率も上がったわよ。いえ、こちらこそ。中村さんのおかげでやりがいあります。そういえばさ、この間話してた件なんだけどね、あの向こうの担当の榊原さんという方が、はい、ぜひ資料を検討してください。千秋はどうなの？そっか。まあお互いマイペースで頑張ればいいや。あ、そうだ、あとね、前から千秋と話してた件会社に出してみた。すごい、リエ、さすがね。仕事早いな。任せて。だって私たちそのために頑張ってるんじゃない？もしもし？もしもし？もしもし？どうしたの？あ、うん、大丈夫。電波悪いみたい。そういえばさ、誕生日だったけど会社のみんなが祝ってくれた。
ありがとう。自分だって大変なのにね。ついてるね。やだ。
はようございます。おはよう。なんか調子悪そうですね。まあね。あれ、日高さん昨日と同じ服ですね。彼氏のとこですか。それセクハラ。冗談じゃないですか。日高、これね。私は面白いと思うの。でもまだプロジェクトとしてゴーサインを出すかどうかわからない。もう少し具体的に詰めていこうか。はい。週明け先方と会えるかどうか聞いてみて。早速連絡取っています。あの、何か。何？何かいました？うん。じゃあ勘違いです。こっちこそ。こんなに早くリエと仕事で組めるなんてね。あ、すいません、メニューいただけますか。はい。まだ確定じゃないけどね。だけどその中村さんと人、見る目あるね。本当そう思うよ。前の会社はさ、見向きもしてくんなかったから。うん、うん、ねえ、そういえば、うん、料理遅いね。うん。あ、すいません、彼女の料理まだ。あ、少々お待ちくださいませ。ありがとう。リエってさ、こういうところは変な遠慮するよね。こういうところ以外は遠慮しないみたいじゃない。これちょっとね。何これ。うん、これがポテトで、うん、申し訳ございませんと、オーダー自体が通っておりませんでしたと、急いでお作りしてますので少々お待ちいただいてよろしいですか。あー、じゃあ、いいや。いいです。ダメだよ。いや、いいの。出ようよ。でもこれ、thank you.
し訳ございません。前の打ち合わせが長引いておりまして、榊原は少し遅れると。わかりました。お気になさらず。すいません。仕方ないわ。どうしたの、ひろこ。すいません。なんか疲れが取れなくて。私がいつも行ってるマッサージ紹介してあげようか。どうかしたの？いえ、あの、榊原です。中村と申します。日高と申します。今日ね、急に森下が同席できなくなってね。企画については聞いておいたんだけど、正直なところ若い人が考えることが分からなくてね。これ当社にもメリットになるプロジェクト？簡単に言えば、御社の CRM 調査力と弊社の SCM ソフトを組み合わせることによって、情報管理の高速化とユーザビリティの…いや、それは分かってるよ。でもそのユーザビリティの向上ってのは、うちにとっては負担増大の可能性が高いでしょ。具体的に交渉してたんじゃないの、あなたのお友達とは。そのはずだったんですけど。あなたにしては珍しいわね、こんな爪甘いの。はい、すいません。どういうことなの？そっちはそっちで準備ができてるって話だったじゃない。知らないわよ。私も寝耳に水だったんだから。私のこと気に食わない人間がなんか根回ししたって噂だけど。おかげで私の企画台無し。そんならそれであらかじめ。いえ、あなた昔からそうよね。確かに仕事はできるけど、人をバカにしてるところあるよ。そんなことないわよ。私の企画って、そんな言い方ないでしょ。せめて私たちの企画って言ってほしかった。自分だけが被害者だって言い方、はっきり言って不愉快。さん、このスケジュールじゃとてもじゃないけど間に合わないですよ。スケジュールは初めから決まってたことでしょ。だからヘルプ用に頼んでたじゃないですか。こうなるの現場見越してんだから。最初のプランから大きく負担は減らしたはずでしょ。あの、それでちょっと言いにくいんですけど。何？クライアントの方がやはり API プロジェクトの方は削らないでほしいと。おいおい、じゃあ作業最初からやり直さなきゃいけないじゃないか。ちょっと待って。
ねえ伊藤さん、私そんなこと聞いてないよ。中村さんがこのプロジェクトのリーダー、私じゃないの？リーダーがこれじゃ日高さんのせいじゃないですよ。ほら中村さんって自分が寝ないでも平気だから、こういうこと平気で自分から変えちゃうんですよ。なんであれのせいでもいいよ。で、現実問題どうすんだ。このプロジェクトを完成させたら会社辞めるなりなんなりしてもいい。とにかくこれだけは完成させる。だからこのスケジュールは死守。あとですね、こちらの C の方とあと K の1番、こちらの2つを足すとですね、情報管理システムのスピードがスムーズにいくと思うんですよ。なるほどね。あとこちらのグラフによりますと、やはり年々ユーザーの方の数が増えてきてるんですね。そんな発想があると思う。そうですね。あとこちらの方ですね、データにもう一度まとめてみたんですが、今図に書いて説明しますと、ここにやはりできた。はい、それで私なりに。あ、見とくから。あとソーシャルエクセレント株式会社の件でお話が。ごめん、あとでいいかな。そこ置いといて。ねえちょっと待って、はい、こっちなんだけど、ここってさ、飛ばすことが可能じゃない？その場合どうなのかしら。そうですね、こちらの PC の方を下の J の方につないでいただいて。聞いてます？え？少しそこで休んでた方がいいですよ。あれ？
なんで？もう千秋！岡田が提案してるプランなんだけど、あなたの意見を聞いてみたいの。率直に言って。少し読ませてください。面白いと思います。こんな発想なかなかないですし、将来性があると思います。よかった、あなたがそう言うなら確かね。率直に言って口惜しいです。このプラン、あなたがマネージャーになって。え？岡田はね、やる気も野心もあるけど、まだマネージャーはさせられないから。はい。じゃあ岡田の方には私から言っておくから。あなた今抱えてる案件は？最近様子がおかしいわよ。大丈夫？ええ。リエ、バカよ、バカ。全部気のせい。わかりますか？
何度言ったら分かんの？仕事がしたいの？それとも私の足を引っ張りたいの？とにかくそういうことよ。早く進めて。はい。どうぞ。あれ、吸わないんでしたっけ？ええ。そうでしたか。次は何の？何がですか？このままこの仕事を続けるか。前の会社とても不遇でね、このままじゃいけない、そんなことばかり考えて。やめましょうよそういう話。みんな辛いのは承知ですよ。そんな時中村さんに誘われた。もう理解のある人に会うことは二度とないって思った。そうでしょうか？そうよ。だからこの企画がダメなら別の生き方を選び直すか。今が瀬戸際なのだからね。あなたからするとみっともないように見えるかもしれないけど仕方ないの。僕も自分のことしか見えてませんでした。みんなそうよ。僕の提案した企画、日高さんがマネージャーなんですよね。不満でしょう。そんなことないですよ。僕はマネージャーの器じゃないです。今から張り切ってますから。とにかく今のやつはさっさとやっつけましょう。頑張りましょう。そうね。急に呼び出したりして謝りたくて。私も自分勝手だったと思う。期待に応えなくちゃとか。それは理恵だけじゃないよ。私理恵見てて焦ることあるし、本当逆切れだったと思う。
のね、仕事辞めようと思うんだ。そっか、今の会社ってこと？ううん、実家に帰ろうと思う。え？そっから先は全部見て。リーみたいに自立した女って私のキャラじゃなかったなーって。そんなことないよ。いいの、私の前ではスーパーヒロインでいてよ。わかったよ。暗い話で。リエの話って？うん、別に。あ、ちょっと約束があったの思い出した。ごめん、また連絡する。本間悟はただいま取り込み中です。 P となったらメッセージお願いします。リエ、もしもし。誰かいるの？え、いや、いないわよ。そっちこそ連絡もの。大丈夫？大丈夫？こんなところで倒れてるから。
ないよ。クソ。大丈夫？家どこ？大丈夫です。帰れます。ソーシャルエクセレント社から顧客管理システムの調子が悪いって問い合わせ来てます。ごめんなさい、無理よ。そっちで応対してくれない？メンテナンスのことわかるの日高さんだけなんですよ。それ中村さんが昔やったやつでしょ。中村さんは？でも中村さんが日高に任せたって。これは一体どういうことなの？ソーシャルエクセレントのシステムトラブルは以前からありまして。それは放っておいたの？いえ。下の J の方につないでいただいて、ここまで私を放置したの中村さんだからですか？何言ってるの？あなたの仕事でしょ。失敗は誰にでもある。もちろんその責任は取らなきゃいけない。でも生きる死ぬの話じゃないわ。あなたの力が必要になる時がまた必ず来る。
ありがとうございます。私も上の顔色を伺う必要があるの。でも絶対に戻ってきて。日高、あの最後に聞いてもいいですか？何？何？いつも中村さんの後ろにいる子、あれ誰なんですか？何？大人のシャツを上から着たような、すごく痩せていて。誰が言ってたの？誰かに何か聞いたの？誰か？誰か他の人もあの気持ち悪い子知ってるんですか？あなた言っちゃいけない。そういう人としての大事なことってあるはずでしょ？死んだ子のこと言われる筋合いないわよ。あなたおかしいところあるわよ。前から思ってたけど。あ、もしもし、リエ、ずっと連絡しなくて。今どこ？早く帰ってきて。仕事辞めたって聞いて、携帯も繋がらないし。繋がらない？ねえ、どうしたの？
嫌だ。仕事中毒。リエ無理が好きだから。また一から頑張ればいいよ。しばらくは無理ね。千秋がいなくなって。聞いたよ。ダメだったんだってね。それに死人よきっと。え？多分仕事しすぎだけじゃないわ。まだいるの？その写真の人？あそこで死んだ人よ。死を求めてたのよ。誰でもよかった。それが私だった。そして千秋。そんなことあるのかな。見ればわかるわ。それはどこにでもたくさんいるの。私たちのそばにね。なるべく早く帰るよ。ええ、早く帰ってきて。
Thank you.